母さんってすごいね。ごめんな、あんなで。あんな人私初めて見た。感情丸出しなんだよ、動物だよ。すごい人だよ。聞くと思うじゃない、私の病気。気の使い合いで泥沼になっちゃうからさ。そのまんま受け止めてくれたの、なんかすごい嬉しかった。飾らないお母さんと、のんきなお父さんと。だからさくちゃんが乗れるんだね。俺どっちも似てないと思ってたけど。そっくりだよ。さくちゃん、何かを失うことは何かを得ることだって分かる？きっと前の私だったら今日のことここまで喜べなかったと思ってさ。今度はもうちょっと元気になって、さくちゃんちの朝ごはんも食べてみたいな。朝一でみんなで飯持って出張しようか。そうやってすぐ直感する。きっと前の僕だったら単純に喜べたことが悲しくなる。いろんな国に行って伝説とか世界を飛び回りたいと言っていた秋が、下か探してきて、うちに来ることを夢だと語る。多分現実を受け入れていくとはこういうことなのだ。だけどそれすら心のどこかで声がする。そんな未来はあるのだろうか。大丈夫だよ、さくちゃん。夜は必ず明けるんだよ。ペダルが少し軽かった。きっとチェーンを直したせいだと僕は自分に言い聞かせていた。聞いてもいいですか？ん？完治はあり得るんですか？頑張り次第だよ。だから頑張ろう。はい。今日は何をするんですか？マルクをします。あの、初めにやった痛いやつですか？造血組織の異常を調べるためでね。この検査の結果によって抗がん剤の種類と投与を決めよう。わかりました。あの、真島さん退院したんですか？
もしかして広瀬さん？はい。これもらってやってください。え？純平の遺言ですので。そんな急に。治療拒否してたんです。でもね、やっとここから出ていけたんですよ。まだ生きてたのか。すいません。俺が笑うとおかしいか。夜空に消えてく星の